おはようございます。今日はあの渡良瀬川最上流部ですか、渡良瀬川から御子内川に変わりますね。その御子内川のこれからあのちょっと本流攻めまして、後にあの支流の方へ、上流部の方へ行ってみたいと思います。今日はあのちょっと餌を飼ってる暇がなかったんで、ルアーのみの調校ですね。どんな具合になるかちょっとわかんないんですけどもね、こっちの方へ来るのも、なんか久しぶりですね。この本流筋のね、下流の方は、多少放流等もすると思うんですけども、以前来た時はね、この辺にもヤマメが、小さかったですけどね、居ついてはいたんですけども、もうねシーズン始まって結構経ちますので、まあそれなりに魚の方は釣られてるんじゃないかと思いますね。まあとりあえずあの今日はいつも持ってきてるネットも忘れちゃいまして、ちょっとやる気がうかがえないかなとも思うんですけども、まああの手を濡らしてね。おお、いますね。チェイスしますけどバイトがないですね。おお、どうなのかな。出ないな。一回だけかな、大野は。ああ、そうそうはないですね。いるのはいるんですけどね。まあ、そうそうアホな魚ばっかりいないですよね。これはしょうがないことですね。先ほどチェイスがあった1本しかちょっと見受けられないですね。場所はいいですけどね、なかなかいないのかな。あ、いますね。いるけど。いるけど、跡がないですね。けどけどだ。よいしょ、手を濡らして、手を濡らしてね、
はい、結構肩のいい岩ですね。これよいしょ、手を濡らしてありますから大丈夫ですね。25ぐらいありますかね。はい、ただ釣れるか釣れねえかっていうと何とも言えねえな。もうこれでおしまいだな。これよー、もうちょいで取れそうだったんだけどな。けどけど取れないな。とりあえずね、温度的にも上がってきましたんで、まあいつかは、ルアーでも出るようになったのかなとも思いますけども、このところね、雨もいくらか降ってるみたいで、改めまして、ここが渡良瀬から向こう内川になりまして、合流から落ちた、地蔵滝ですね。結構すごいいい引きなんですけどもね、あそこもお魚いると思うんですけども、ちょっと関係者以外の立ち入り禁止ってありますけども、ちょっと内緒で入らせてもらいます。結構ね、滝のいい、場所なんですけどもね、見られる。あ、ここの、落ち込みだったらいるのかもしれないですね、でかいのがね。とりあえず今日は向こう内川と欅沢ですか、それの合流地点から、向こう内川のちょっと先の方まで行ってみたいと思います。まあ、体力的にあんまりないんで、バテたその時点で、帰るような形ですね。いいポイントですけどね、ちょっとお魚の方が、見えないですね。なんかいそうな気もするんですけどね。まあいるんでしょうけどね、相変わらずヘボですんでね、なかなか自分のところへ遊びに来てくれる、お魚がちょっといないですね。うわ、もうのっけからこんな高めにさっかな。ちょっと合流から今ね、手焼き沢の方へちょっと登ってみて様子見で、追ってきますね。何十匹も追ってくるって感じですね。ただ釣れないですね。それはまあ、自分がヘボなんで。
いますね。相当魚影は濃いですけど、人が入ってんだろうな。魚も腹は減ってるみたいですけど、かかってくれるのがいないですね。もっと腕のいい人だったら、一発で釣るんでしょうけど。でっかいのがいる。あんなに肩のいいのがいるんだ。